とさ、今日は2020年の10月31日の土曜日になります。妙見チャンネル、妙見です。そして船坂博士と対談したところ、妙見をフルボッコにしようということで一致して、たら妙見が空になってたので、あいつは逃げたのかって言って、日本男児としては最低だということを知ったアノニマスです。というわけで今日は何の日だ昨日も島根県出したけど、今日は出雲ぜんざいの日。やっぱり食い物です。島根県出雲市の出雲観光協会内に事務所を置く出雲ぜんざい学会が2007年の平成19年に制定したものです。日付は10月31日つなげて1031で、1031とみなしてぜんざいと読む語呂合わせから合ってるかどうかわかんないな。記念日は一般社団法人日本記念日協会により認定登録されておりますと、うん、というわけで10月31日誕生日の有名人、映画監督の方でございます、うん、ピーター・ジャクソン。あ、ピーター・ジャクソンね、はい、はい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 、ロード・オブ・ザ・リングの有名だよね、はいはい、そうですね。ピーター・ジャクソンに抗議文が送られてきて、うん、抗議文を、うん、それも日本人が執筆したんだよ。抗議文を書いたんですよ。どういうことか、うん、戸田夏子の誤訳がひどいと、うん、あはいはい、で原作で本もあるし、うん、ロード・オブ・ザ・リングって、うん、でそれでもって字幕戸田夏子って出た時にはすげえがっかりしてみんな帰っていったっていうね。それで二度と戸田夏子を使わないようにしてくださいっていうのをピーター・ジャクソン宛に送ったわけよ、うんうんうん、それでピーター・ジャクソンもそれを聞いてこれはひどいなってことで別な本字幕の人に変えたの、うん、だから、ロード・オブ・ザ・リングは一番最初に映画館で見た人の字幕と今の字幕が違ってるはずなの。ああ、そうなんだ。だからソフト版はその人が全部担当してるから戸田夏子の字幕ではないわけよ、うんうんうん、だからそういう事件があったからね日本でも。もうジャクソンさん日本嫌いにならないでね。うん、まあね、お願いしますね。いや見てるかどうかわかんない、多分見てないけどというわけで今日10月31日誕生日の歴史上人物、もう知ってるよ、蒋介石です。あー、蒋介石、ね、はい、中華民国の建てた人だよね。そう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 、うん、の政治家軍人、まあとは言っても3代目と5代目の政府の主席っていう形、うん、まあ初代中華民国総統、いわゆる台湾の方に戦後逃げてきてそこ中華民国にしたからそこの最初の総統ってことにはなるね。ただね、うん、あの蒋介石もやっぱりあの毛沢東の影響を受けてるわけですよね。まあ少なからずね、うん、で中華民国行ってきたら、うん、あのどういう状況かっていうと、日本軍がいた時ともう日本軍いなくなって蒋介石になっちゃった時の違いっていうのはひどい言われ方するもんね。どっちにしろ分かりやすく言うとパシリなんですよ、元からいた人が、うん、でパシリなんだけど日本人の場合はこのお金で焼きそばパン買ってこいって、うん、お金を渡すわけよ、うん、極端な話お金渡して買ってくるから、まあ、ある程度成立するわけ。まあね、成立するね、パシリとは言っても。ところが蒋介石の場合はあれなんですよね、お前の金で焼きそばパン買ってこいよっていうような状況になっちゃうから、そりゃなんだと、どういうことだと。だって一応最初台湾まで統治してたわけじゃない、うん、日本がしてた頃はさっき言った通りこの金でこれ買ってこいみたいなことやるわけだけど、うん、なんていうかな、学校とかやっぱ建てて教育とかもしっかりするし、うん、だから今のおばあちゃんじいちゃんばあちゃんたちはまだ日本語使える人いるよと、うん、ちょっと前の有名な総統名前忘れたけど、あの人も日本語で理解してから台湾語に返すっていう人だったらしいから、うん、名前忘れちった。まあさっき言ったさ、アノニマスが言ったさ、例えてなかなかひどい例えで犬が去って豚が来たっていうね。なあ、まあそうだよね、っていう、日本人はキャンキャンうるさく言うけどちゃんと番犬してくれたんだと、でも中国国民とんどうよって、お前ブーブー言ってるだけになんもしねえじゃないかっつってね、うん、っていう風に、まあひどいねっていうまあもちろん国民党は今も台湾にあるけどね。というわけで10月31日誕生日のアニメ漫画キャラクター常連ですよ、うん、戦乱神楽からマイです。マイ、はい。というわけで今日10月31日誕生日の方おめでとうございます。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。では